シェイメントは、イギリススコットランドの電子音楽バンドである。1985年に結成。1999年に解散。1987年にファーストアルバム、ドロップをリリース。60年代のサイケデリックな作品である。1987年の中頃になると、フロントマンのコリンは、SX プレスやマーズなどのような初期ハウスミュージックの、 先駆者の音を見つけて、最新のスタジオ機具類などについての知識を増やしていき、1987年9月頃までに、これらの技術をシェイメン自らの音楽、ロック、テクノ、ヒップホップに採用し、ポップウィル・イート・イット・セルフや、ジーザス・ジョーンズ、EMF などが影響を受けていた、プロトタイプロックを作るため、ラジオの音声をサンプリングした。80年代の末には、 アシッドハウスが生まれ、コリンと1987年に加入したシノットは夢中になっていた。そして、1989年にセカンドアルバム、インゴーベショウフミートラストをリリースした。90年代に入ると、ミスター・シーが加入し、サードアルバム、エンタクトをリリース。ムーブ・エニー・マウンテニア、ハイパーリル、そして、メイク・イット・マインがシングルでヒットした。 しかし、ムーブ・エニー・マウンテンのプロモーションビデオの撮影の際、シノットがスペインのラ・ゴメラの海岸で歴史した。その後、1992年にボスドラムを発表。そのうち、シングル化されたエベェニザ・ーグッドは、歌詞が薬物使用を促すような内容と解釈できるで、その結果、BBC の音楽番組トップ・オブ・ザ・ポップス内のトップ5ドラッグ・ソングズに、 選ばれてしまった。だが、前衛チャート1位を4週間記録した。当時、フジテレビで深夜に放送されていた音楽番組ビート UK では、エベニザー、グッドだけでなく、ボスドラムも UK シングルチャートナンバーワンを獲得した。ハイパーリルのボーカルは、フィーチャリングとして、プラブカが参加している。彼女は後に、ジャムスプーンのライトインザナイトに参加している。 ありがとうございます。